はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト92021、ライブ配信始めていきたいと思います。いつも通りツイッチで配信を行っています。ぜひ、ツイッチのアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー&チャットコメント Please、そしてこの動画は2日後ですので、24日21時頃に YouTube にアップロードいたします。ぜひ、YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 Please my YouTube ライブチャンネルサブスクライブド&グッドボタン Please。ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひご訪問、アカウントフォローお願いいたします。ポストのリポスト、いいねもお願いします。マイツイッター X アカウントビジット&フォロープリーズ。マイポストリポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、今回11月2週ということですね。ゲド戦記が勝ってくれましたね。そして、はい、エリザベス女王杯ということで、ジョーマが1、2、3頭とも出ております。凱旋武士一部か。どう？サンライズマックスか。マーチでは行きましょう。海外はなしですね。天のドロロがデビューです。おっと、伊坂さんのみ20丸がない。アルベルワードや父が天のダビスタだ。ダイジェストいきましょう。東京2歳新馬戦ダート 1400m、 天のドロロメイクデビューです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天のドロロ先頭、リードは2馬身から3馬身。ヒールエアレス必死に追います。この差は果たして縮まるか。天のドロロ先頭、あと 200m 後続を引き離しにかかります。ね、天のドロロ先頭です。このまま押し切るか。2番手はテンマジャージー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はテンマジャージー、3着にアルベルワーデン。これは桁外れの強さだ。天のドロロしっかり勝ってくれました。牝馬か。デイリー杯2歳ステークス、クラブは凱旋武士一部登場。黒三角が1番か。伊坂さんを除いたらな。ダイジェストいきましょう。京都2歳限定 G1 デイリー杯2歳ステークス、芝 1600m をマイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。コーラスデッキ先頭、前に迫るオリーブシャープ。ここで先頭はオリーブシャープ。あと 200m 一気に後続が抑えかかってきた。2番手はステークスジョン、オリーブシャープ先頭だ。オリーブシャープ、武士1番3着までか。2着はステークスジョン、3着に凱旋武士一部。見事に勝ちました。オリーブシャープ、そして2歳新馬戦です。天のヒーローがメイクデビュー、 1.3 倍とダントツエースネン、グリグリです。都ヒル天の桃天然ですね。シーキングザゴールドと天のヒーローの方が人気となっております。逃げか。ダイジェストいきましょう。東京2歳新馬戦、芝 1400m、
アマノヒーローメイクデビューです。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。アマノヒーロー先頭、差が広がる、広がる。宮古ヒル必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 これは完全にちぎれた。アマノヒーロー先頭です。このまま押し切るか。さあ詰まりませんね。宮古ヒル、アマノヒーロー独走、アマノヒーローぶっちぎりです。2着は宮古ヒル、これは桁外れの強さだ。アマノヒーロー、いいんじゃないでしょうか。もっとピークは後です。オーロカップ、アドマ、アルティマトゥーレ、クラブウーバーですね。チャンスがないとは言えない。ダイジェスト、東京オープン特別オーロカップ芝 1400m の短距離戦です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。アルティマトゥーレ先頭、後続も横いっぱいに広がっている。コーポラルダンジグ追いすがる。アルティマトゥーレ先頭、残り 200m、 アドマイヤリーガル追い上げてきた。アドマイヤリーガル先頭です。このまま押し切るか。アドマイヤリーガルかわす。アドマイヤリーガル、アドマイヤリーガル1着、2着はセイウンバラー、3着にコーポラルダンジグ、1番人気に応えました。アドマイヤリーガル見事です。そしてエリザベス女王杯登場、3頭出し、1番人気か3番人気を占めております。1番人気は2番、天野小泉です。本州の多いとは全部20丸、天野桜ですね。本州本命はてにはちょっと人気がない。でも前走 G1 勝ってますからね。さあ、1番人気が戦法変えられますが、みんな差し追い込みなんですよね。アテネ先行策ではレース行きましょう。京都競馬場で行われる秋の女王決定戦、エリザベス女王杯、牝馬限定芝 2200m の G1 です。京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに小馬の壁すらも飛び越えるか、それとも小馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠の片野アテネ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ前に行くのはどの馬か。天馬ミッション前に行きそうです。西のスペシャル、それに続いています。さらには片野アテネ16番、マイネトラスト、その後ろ片野アテネ先手を取りました。 AM プリキュア、そのうちに続いています。アルキーバラッド、それに続きます。白の帽子オディール、その後ろ、その外からヤマニンアラバスタ、その隣にスナグルルート。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気の天野小泉、現在馬群の中ほどにつけています。これに続いてスイートギャレット並んで7番、天野桜、すぐ後ろに川上プリンセス並んで14番、凱旋たらこ、西のナースコール、それに続いています。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。この辺りで先頭が変わりました。 AM プリキュア、片野アテネほとんど差がありません。西のスペシャル、3番手天野小泉、まだ動きません。後続も追い上げていきます。さあ先頭は AM プリキュア並んで片野アテネ、西のスペシャル、先頭を伺う。離れて天馬ミッション、天野小泉、後位を追走、その外からは凱旋たらこ、天野桜、続いています。分かってきたな。4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭は片野アテネ、前に迫る天野小泉、あと 200m、 先頭に立ちました。天野小泉
2番手は片野アテネ、天野小泉、差を広げる天野小泉、1着ハンススリー天野小泉完勝、そして片野小泉、これが世界を制した実力だ天野小泉。ウィニングランです。しかもレコード、2着が多いです。福島記念クラブはキャプテントゥーレ、ダイジェストいきましょう。福島 G3 福島記念芝 2000m です。短い直線に入って後続は届くかどうか、キャプテントゥーレ先頭、外から勢いよくブラックシェル先頭、2番手はキャプテントゥーレ、ブラックシェル先頭だ、ブラックシェルゴールイン、2着はキャプテントゥーレ、3着にゴールデンダリア、1番人気に応えましたブラックシェル、見事です。コンバーツ、さあ3頭回がありません。天野アミーゴと片尾松犬の2頭でチャレンジですね。淀に集う強者たち、驚異の末足、松犬トップだ、スのスナイパースーカーフェリックス、ダノン5号ハイングレーンか、これ4強ですね。サイロ、これサイロは使い切りました。温泉施設を増やします。あ、ウエスタキオン安平ファームにいるのか。ヒーロー、どちらもまあいい評価ですね。4ですね、どちらも。さてドロロもヒーローも勝ちました。ドロロはダートです。ダートか、ここに出せますが、ジュビナイズフィー無理でしょう、いきなりは。ダート芝ダートどっちも行けますし、距離は万能ということで、じゃないよな、武豊だよな。で、黒松賞天野ヒーロー予定ですが、短距離戦か、あこれ無理だな、もうデラウェイレースがない。
素直にそのまま行きましょう。勝負根性アイスなんですね。小泉は勝ちました。これで G1 11勝か。あ、強いよな。まあ来年ぐらいまでは頑張ってもらおうかな。2000m か。高校カップ誰か出るやろ。出ますよね。で戦だもんね。ちなみに何キロ？ 58 キロか。まあ冗談です。このジョークです。で、さくらがまあ一勝だからちょっと厳しいよな。もう引退させましょう。多分もう無理ですね。アテネはどうする？アテネは2勝か。アテネも厳しいですね。まあ有馬出てもいいとは思いますが。ここはまだ誰も出てこないと思った。 iPod がいるんだ。もうね、むしろ iPod よりこっち出させた方がいいような気がする。ここに出すためのものじゃないぞということで、アメリカンオークスに出ますが、ここはカット、そして一周放牧。かな。いや、カーダ騎手、ネクスト、フラー記念、型のフェイトです。7番人気か。厳しいですね。まあダイジェスト行ってみましょう。短い直線に入って後続は届くかどうか。コンフェイト中を割ろうとしてるが、2番手はアンパサンド、キングスゾーン、デバル、先頭は2着かな。1着でゴール、2着はカタノフェイト。これが地方の実力だ。キングスゾーン惜しかったですね。
トースポ杯2歳ステークスです。クラブは当選ジョーダンとトライアンフマーチ、人気はロジユニバースですね。当選ジョーダンに期待が集まります。ダイジェスト、東京2歳限定、東京スポーツ杯2歳ステークス G2 芝 1800m です。さあいよいよ直線の攻防、当選エンジェル先頭、外から勢いよくロジユニバース先頭、当選ジョーダン追いすがります。ロジユニバース先頭、残り 200m、 先頭はロジユニバース。当選ジョーダン頑張れるか、ロジユニバース差を広げる。2番手は当選ジョーダン、先頭はロジユニバース、1着でゴール、2着は当選ジョーダン、3着にトライアンフマーチ、ロジユニバース見事な勝利です。人気通りでしたね。トライアンフマーチを3着いきましたよ。そしてマイルチャンピオンシップ1番人気、アマノアミーゴ2番人気、カタノマツケンとなっております。鈴鹿フェニックスはライバル馬か。本種本命はカタノマツケンですね。とダノンゴーゴーあたりも人気です。さあカタノマツケンは先方変えられます。いやでも逃げ馬が3頭いるからこのままでいきます。ではレースです。秋のマイル王決定戦、マイルチャンピオンシップ G1 京都競馬場芝 1600m で行われます。京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦、マイルチャンピオンシップの発走です。さあ最後は大外枠の鈴鹿フェニックス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。張さん好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけて張さん行きました。アグネスジェダイ競りかけていきました。先手を取ったのはアグネスジェダイ、並んで4番ローレルゲレイロ、ビートラケットすぐ後ろ、その外に電車道、その隣にイーデケンシン、これに続くのが湘南アルバ、黄色の帽子アイルラバゲイン、その後ろ。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭はまだ6番アグネスジェダイ、ローレルゲレイロ、ほとんど差がありません。アミーゴに勝ってほしい。3番手アマノアミーゴまだ動きません。この辺りで後続が後ろですね。アミーゴさあ先頭はアグネスジェダイ、ローレルゲレイロ、ローレルゲレイロ、その後ろ、その外からはイーデケンシン、4コーナーカーブから直線コースに向きました。アグネスジェダイ先頭、しかしその差はわずか。内から上がってく、粘り込めるか。残り 200m、 アマノアミーゴ追い上げてきた。アマノアミーゴ抜けた。2番手は鈴鹿フェニックス、アマノアミーゴ1着、アマノアミーゴ完勝。2着はカタノマツケン、3着に鈴鹿フェニックス、ね、アマノアミーゴ春の安田記念、秋のマイルチャンピオンシップも制し、国内マイル戦線の頂点に立ちました。すごい、ウィニングランです。マイルの工程、キサレベルアップ、よく頑張ったんですが、さあジャパンカップの週です。アマノブログダイワスカレットが出てきますね。ブログは強い、ここ最近の成績は素晴らしいものを持っています。
G1 8勝目をついに挙げました。ダイワスカーレットも強いですね。滋賀マイルハンデー、山の勝ちタイヤ、まだ4勝です。馬のエルメループも一応想定内もいます。おっと絞られてしまう。ちょっとこれは厳しいな。ウストラも強いよな。難しいな。スカレットの一強ですね。まずブエナビスタから、ウィズレビュー勝ってますね。初音ミクも挑戦、アルテミスステークスを勝って3連勝ですから当然挑戦すべきです。さあこれ放牧して上がってきました。エネループ、うん、出発力は弱いけどな。まずは G3 を何としても制するしかないような状況ですね。不安ですね。スマートファルコン、戦記はまだ3勝か。王権ブルースリー菊花賞を制しました。ヒュートダービー2頭出しなんですね。いや無理でしょ。なんでハリウッドダービー登録してるんだ。千の風もどう考えても無理に決まってる。
クリスト重機になってるよな。レタス感ですね。ハウルは悪くはないんだけどな。ハウルあとリーチなんだけど、どうするかですね。専用の2700か。チャクータがいるから、剣者さがいるのか。あ、無理だ。1800か。さあ、アミーゴどうするか。マイルチャンピオンシップ勝って11勝ですね。マツケンはこれが引退レースですね。17勝。それといってはまだ G1 取ってないんだ。金引きでは東京大賞典。勝か、勝ちたいんやわ。まだ勝ててない。でもシャメールもう7歳だからちょっと厳しいですね。来年がラストチャンスだからな。
ないんだ。バウアーがまだ一勝もしてないのか。では勝ちたいや首位互角、1はなんか金引きだ、無理でしょ。ネクストシガマイルハンデ天の勝ちたいや1番人気です。いや無理でしょ、89って。最後だぞ。レース行きましょう。アケダクト競馬場 G1 シガーマイルハンデダート 1600m です。こちらアメリカのアケダクト競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先行争い、天の勝ちたいや前に行きそうです。フルートチャイムス、それに続いています。さらにはカレンダーエンボイ、1番デクランズムーン、その後ろ先手を取ったのはブルースクリスタル、これに続いてナインエントリー、その隣にイントゥーミスチーフ、フェイバーエア、それに続きます黄色の帽子シングタップ、その後ろこれに続くのがレポートウィンドシャープ、並んで2番アイアンネイル、その外にモードアロング、ダンスーズパーフェクト、それに続いています。最後方にオラトールサイレンス、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。9番天の勝ちたいんや、勝ちたいんや今逃げております。9番天の勝ちたいんや、天の勝ちたいんや、さらにリードを広げました。2番手はナインエントリーイントゥーミスチーフ、3番手さあ天の勝ちたいんや、逃げ切れるか、後続も追い上げていきます。さあ先頭は天の勝ちたいんや、捕まりそう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。捕まりそうですね。日本と世界意地のぶつかり合いだ。イントゥーミスチーフ差し切った。イントゥーミスチーフゴールイン、2着は天の勝ちたいんや、3着にレポートウィンドシャープ、勝ったのはイントゥーミスチーフ、見事な勝利です。クイーン賞アマノエネループ2番人気、1番人気オリーブドーン、ダイジェストです。船橋競馬場 JPN3 クイーン賞おそらく牝馬限定ダート 1800m 交流重賞戦です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。天のエネループ先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。2番手はオリーブドーン、天のエネループ、この馬で決まりか。天のエネループ1着、天のエネループ完勝、2着はベイクトデコア、勝ったのは天のエネループ。カトレアステークスクラブは凱旋恋空、人気はスーニーですね。アンダー級と思います。ダイジェスト東京オープン特別カトレアステークスダート 1600m です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。エイシンビートロン先頭、前に迫るスーニー、ここで先頭に立ったスーニー、外からワンダーキュート、スーニー先頭、あと 200m、 スーニー余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手は凱旋恋空、スーニーこの馬で決まりか、スーニー1着、2着は凱旋恋空、3着にワンダーキュート、これは桁外れの強さだ、スーニー。小泉は及ばず、キャピタルステークス様の想定内1番人気、オープン特別か、グリグリですね。クラブは凱旋成果も出ますが人気はない。ダイジェストです。東京オープン特別キャピタルステークス芝 1600m のマイル戦です。さあいよいよ直線の攻防、ロイヤルバレー先頭、しかしその差はわずか、ね、粘り込めるか、ベルズアボルド足色は十分、前に迫れるか、天野想定いない、まだ後ろ懸命に前を追っています。あと 200m、 束を一気に仕切ります。2番手は凱旋セネカ、天野想定いない、強い強い、天野想定いない、圧勝ゴールイン、2着は微妙です、これは桁外れの強さだ、天野想定いない。凱旋セネカ2着になったか、京都2歳ステークスクラブバー凱旋白プランが登場です。プレザンレブンを見ますね。ダイジェスト、京都2歳、G3 ラジオ日経杯京都2歳ステークス、芝 2000m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。エルテイル先頭、残り 200m、 エルテイル伸びてきた、横に広がって2番手はエルズエンジョイ、この手応えはどうか、一気に凱旋白プラン、凱旋白プランやりましたね。凱旋白プラン1着、2着は微妙です、見事に勝ちました、凱旋白プラン。さあそしてジャパンカップです。ダイワスカレット1番人気、山のブログ2番人気となっております。さくらさんを除いて全部ダイワスカレットですね。リップスカイか、ライバルは。さあブログ先方変えられますが、別に変えなくてもいいよな。レース行きましょう。国際競争 G1 ジャパンカップ、東京芝2400m クラシックディスタンスで行われます。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあいよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ最後は大外枠の桜メガワンダー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました、ダイワスカーレット、これはいいスタートを切りました、絶好のスタートを切った。この馬も好スタートを切りました、ダッシュよく祭りだゴッホ行きました。続いて前へ行くのはダイワスカーレット、さらにはコスモバルク、14番マイネルアリアンス、その後ろ先手を取ったのはコスモバルク、
内からはデルサイレンス、デルタブルース、それに続いています。その外から名称サムソン、その外に桜メガワンダー、ファイヤーゲーム、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その隣にスリーシューズ、その外にポップロック、並んで11番ディープスカイ、すぐ後ろにアドマイヤ富士、天野ブログ。前走に続いてここも連勝なるでしょうか。さらにはシクスティーズアイコン、 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。黄色の帽子スイフトカレント、その後ろ内からはディータローザ、最後方にマイネルキッズ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から G1 馬コスモバルク、コスモバルクか、先頭リードは1馬身から2馬身、そうマークする感じで進んでいきます。現在先端に取り付いています。前はコスモバルク、コスモバルク後続を引き離す、2番手はダイワスカーレット、絶好の手応えです。捕まえに行くか。3番手第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭に踊り出たのはダイワスカーレット、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。天野ブログ必死に追います。この差は果たして縮まるか。あと 200m、 ダイワスカーレットアドバンテージをキープ、後ろはどうか。2番手は押し切りましたね。ダイワスカーレット1着、2着は天野ブログ、これが三冠牝馬の実力だ。ダイワスカーレットさあ世界を制したダイワスカーレットウィーニングランです。つぼみが入りますね。さあチャンピオンズカップに4頭丸ごと出走、アメリカの重賞には3頭出走です。カチューですか。ユーソナ全にあったの3強ですね。少しお待ちください。
はい、お待たせいたしました。では再開となります。まずは ローテですね。ローテを再度見直し、4頭か。この辺はもう決めたからな。ジュピター宝塚、まあでも距離は大丈夫だからな。でも本当に宝塚出していいのかですね。これ出したら何キロ世話されるんだ。58か。まあこれなら出なくてもいいよな。ここ行こう。コンバーザー2頭だし、日経新秀杯か。でも2400は長い。まあ一周放牧するけど、その前に出すべきレースは何だろう。京都金牌かな。菊花賞専用の、まずね、やっぱりエースとして出てもらいたいレースってなんだろう。賞金の稼げるレースとかだよな。ドバイターフ行ってみましょう。こいつにもう勝ってるから吉田豊でいい。調子上げとこう。投資かな。オーケーブルスイまだ一つしか挑戦してないんだよな。まあでもいい、行くけどね。ネルーパーこれでクイーン賞を取ってんだ。
まあ、フェブラリーでもいいとは思いますが。ん？あ、ハルヒがいいのか。受賞取れてないからな、勝ちの味を覚えさせないとダメだな。うん、中山金牌。2500万か。じゃオープン特別も大丈夫だよな。デビューか、ダートか。ネクスト、デモワゼルステークス天のドロロです。あ、だが8番人気だ。 G2 だしな。これは厳しいでしょう。先方は選べますが、まあ、このままで行ってみるか。ダイジェスト、アケダクト競馬場 G2 デモワゼルステークスダート2歳ダート 1800m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。スターダムバウンド先頭残り 100m。 これはちょっと厳しいな。2番手はトレボロリボ、スターダムバウンド、この馬で決まりか。スターダムバウンド1着、スターダムバウンド完勝。2着はトレボロリボ、3着にイブニングサミット、勝ったのはスターダムバウンド、見事な勝利です。あー、大惨敗ドロロ。メートリアークステークス天の椿です。1番人気627で、大きなライバルはフォーエバートゥゲザーですね。では行きましょう、レースです。デルマー競馬場 G1 メートリアークステークス芝 1600m マイル戦です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ビートエンジェル、これはいいスタートを切りました。グラブドネスサキン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してグラブドネスサキン鼻に立ちます。その後ろからはビートエンジェル、この馬も上がっていく構えです。マリーノジャネット、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。先手を取ったのはナインサーブ、すぐ後ろにグラブドネスサキン、並んで4番ヒズフィズ、これに続いてシーカーエナジー、
ベリーアライブ、すぐ後ろ、その後ろからはビートエンジェル、すぐ後ろにマックスワールド、ヌーベルエリー、それに続いています。その外にオークサルベージ、天の椿、後ろからベンチュラ、それに続きます。緑の帽子、シェイクアンウェッジ、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。この辺りで先頭が変わりました。グラブドネスサキン、グラブドネスサキン、後続を引き離した先頭伺う。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。あ、むしろ犯されるな、これ。外からベンチュラ、残り 200m、 先頭は変わってベンチュラ、残り 100m、 頑張ってはいるけど、ベンチュラ先頭だ。ベンチュラ頭を出された。1着、2着は天の椿、3着にフォーエバートゲザー、勝ったのはベンチュラ、見事な勝利です。ベンチュラの方か、椿惜しかった。ハリウッドダービー、山のゲド戦記、一番人気127、110を超える馬がありません。しっかり勝ってもらいましょう。レース行きましょう。デルマー競馬場 G1 ハリウッドダービー、芝 1800m です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはジーニアスパライス。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくジーニアスパライス行きました。続いて前へ行くのは天の毛ド戦記、さらにはミンクマニスティック、11番アプライドガントレット、その後ろジーニアスパライス先手を取りました。その後ろからはスターグラスジャボット、並んで足毛の馬体、ソードジューン、すぐ隣にスポーティングパンテオン、アーリエンヘイロフト、そのうちに続いています。その後ろにキュアリーギャラリア、その外からゲイリックカフーターズ、黄色の帽子デイムセイバー、その後ろウィニーズスプーニー、その前に進出しんがりからキャンバスマリーナ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。12番ジーニアスパライス、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ12番ジーニアスパライス、2番手はミンクマニスティック、間を挟んでソードジューン、3番手天の毛ド戦記、この位置から届くのか。ゲド戦記押し上げていったな、強引に。日米王者先頭に踊り出た。ここで先頭は天の毛ド戦記、あと 200m、 後続を大きく引き離しました。2番手はウィニーズスプーニー、後続は大きく離れた。ぶっちぎり圧倒的な強さを見せました。2着はウィニーズスプーニー、3着にソードジューン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の毛ド戦記、まさしく日本が世界に誇れる馬です。しっかり取るべきレースを取りました、天の毛ド戦記。大舞台、そしてステイヤーズステークスはクラブ馬ばっかりですね。一番人気アイポッパーですが、クラブは4とアドマイアモアーク、凱旋決命誌などが出ておりますが、ダイジェストです。中山 G2 スポーツ日本賞ステイヤーズステークスは芝 3600m の長丁場です。さあいよいよ直線の攻防、牧畑サイボーグ先頭、あと 200m、 ここで先頭変わってネバブション、アドマイヤモナーク抜けた。2番手はアイポッパー、アドマイヤモナーク1着、アドマイヤモナーク完勝、2着は微妙です。見事に勝ちました、アドマイヤモナーク。チャレンジカップ、浜のシャメールです。一番人気、ここはしっかり勝ってもらいましょう。天皇賞秋2着馬ですからね。ダイジェスト、阪神 G3
チャレンジカップ芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エルスターダスト先頭、外から勢いよくアマノシャメール先頭、あと 200m、 2番手はエルスターダスト、これは強いアマノシャメール、この馬で決まりか。アマノシャメール当然の勝利、今ゴールイン、段違いの強さです。2着はエルスターダスト、3着にブライトトゥモロー、アマノシャメール見事1番人気に応えました。復讐能力、なんだろう、サナカ賞です。ブラックキャビア1番人気、グリグリです。まあ一緒クラスなんで突破してもらいたいですね。ダイジェスト、阪神2歳1勝クラス、サザンカ賞芝 1200m 電撃戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ブラックキャビア先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。残り 200m を通過して、2番手はカフェテスコ、これは強いブラックキャビア、この馬で決まりか。ブラックキャビア今ゴールイン、段違いの強さです。2着はカフェテスコ、3着にルシュクル、これは桁外れの強さだ。ブラックキャビア、チャンピオンズカップです。1番人気天の冬ソナ、セカチューゼニアッタ、天の瞳閉じてと4番人気までを所有馬上位を占めております。本市本命セカチューですね。ゼニアッタ意外と印が悪い、さあブリーダーズカップディスタフを制しているフューソナが一番人気となっておりますが、いきましょう、レースです。秋のダート王決定戦チャンピオンズカップ、中京 G1 ダート 1800m です。中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦、左回り411メートルの長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ間もなく発走です。さあ最後は大外枠のゼニアッタ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはオートリーエンパイア、綺麗なスタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはオートリーエンパイア、続いてキクノアロー、さらにはアジュディミツオー、12番レインボーペガサス、その後ろアジュディミツオー先手を取りました。好位置をキープしています。天の冬ソナ、天の瞳閉じて、その前に進出、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。グリーンオート上がっていきました。そして大きく離れてワンダースピード、この位置です。これに続くのがカジノドライブ、バーミリアン、それに続いています。すぐ後ろにゼニアッタ、さらにはサンライズバッカス、その後ろに名勝闘魂、天の瀬カチュー、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。その後ろにトップサバトン、最高峰にビクトリーゲツリー、上がっていった馬がいる。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はオートリーエンパイア、オートリーエンパイア、さらにリードを広げました。2番手はグリーンオート、アジュディミツオー、3番手15番天のフェユソナ、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。オートリーエンパイア先頭、捕まえに行く、外から勢いよくゼニアッタ先頭、ゼニアッタが懸命に追いすがります。残り 200m を通過して、先頭は依然としてゼニアッタ、2番手は天の冬ソナ、先頭はゼニアッタ、1着でゴールイン、2着は天の瀬カチュー、3着に天の冬ソナ、これが世界の実力だ。ゼニアッタ、ゼニアッタ強いからな。ゼニアッタ勝ちまして、ウィニングランです。
1万5連勝いいんじゃないでしょうかと思ったけど、ダメですね。さあ、iPod って出ないの？コンバーツに出るから出ないんだ。たまちゃんディープスカイ、ロケンブルースリー、ギリギリ足りるからな、出ちゃっていいような気がする。ブログさあ、香港です。古都出走、さらに阪神ジムライズフィーズ2歳牝馬トップが決まります。まずドロロはまあもちろんいつも戦い戻るしかないでしょうね。あーダートの、まあでも島でも走るのか。椿はどうしよう。まあ勝ちに行かないとダメですからね。予選機はちょっと調子落ちてるな。シャネルは AJCC か、2200はまあいいんだけど、
62キロか。ちょっとまだ厳しいな。瞳閉じては G2 あたりが欲しい。最上位、面白そう。ブエナビスタですね。千の風。ゴーカップへの道、世界に花、ネクスト、香港スプリント、キンシャサの奇跡、一番人気137。ただアパッチキャットが128あるんですね。だから油断はできない。レース行きましょう。シャティン競馬場 G1 香港スプリント、芝 1200m の電撃戦に登場いたします。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ウィッシングソングライン、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくウィッシングソングライン行きました。続いて前へ行くのは JJ ザジェットプレーン、さらにはシカラードマーサ、5番ローレルゲレイロ、その後ろ先手を取ったのはウィッシングソングライン、その後ろからはリズミックコーラル、ノベルアルキー、そのうちに続いています。その隣にフェルサリーゲイル、キャリコーカリム、それに続きます。その外からベンバウン、金車差の奇跡、後ろからになりました。変わってきたぞ。さあ外、かなり外を通らされている。その差が広がります。金車差の奇跡、必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して、ここで先頭変わって、金車差の奇跡、先頭立った。 JJ ザジェットプレン、金車差の奇跡、勝ちました。決まりか。金車差の奇跡、ゴールイン。2着は JJ ザジェットプレン、3着にアパッチキャット、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。金車差の奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。連覇、キザレベルがもう一番上に上がりました。待ってました。香港バーズ、アマノ iPod、 刀アテネ、 iPod が1番人気、刀アテネが2番人気となっております。他は110台、
プルーブソウトが一番要注意だよな。さあ、刀当てには戦法が選べますが、特に有利じゃない。逆に追い込んでみましょう。レースです。シャティン競馬場 G1 香港バーズ、芝 2400m です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはダーレミ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してダーレミ鼻に立ちます。その後ろからはナイトオブパッシジ、この馬も上がっていく構えです。さらにはタイムリーフォール、11番デンジャラスデイライト、その後ろ先手を取ったのはダーレミ。その後ろからはエイコンジェリー、すぐ後ろにタングルドカール、黄色の帽子浅草キングス、その後ろその横にドクターディーノ。この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。アマノアイポッド、すぐ後ろにハーモニーシップ、グルーブソウト、その前に進出、その隣にアメリカンイスファハン、すぐ後ろにダブルブロー君、一番後ろにカタノアテネ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。 G1 馬ダーレミ依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。これに続いてタイムリーフォール、少し開いてドクターディーノ、並んで古豪エイコンジェリー、すぐ後ろにアマノアイポッド、その外にデンジャラスデイライト。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はダーレミ、2番手はタイムリーフォール、間を挟んでドクターディーノ、3番手カタノアテネ、交代カタノアテネ、大丈夫か、後続も追い上げていきます。さあ先頭はダーレミ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。突っ込んでくる。日米王者意地のぶつかり合いだ。ダーレミ先頭、さあアマノアイポッド、一方アイポッドは先頭へ、最後のアテネは伸びない。アマノアイポッド残り 200m、 後続はまだ後ろ、後方から一気にドクターディーノ、アマノアイポッド、この馬で決まりか。です。アマノアイポッド今ゴールイン、段違いの強さです。2着はドクターディーノ、3着にダーレミ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノアイポッド、まさしく日本が世界に誇れる馬です。カタアテは4着か。香港マイル天の着歌、2番人気か、1番人気ゴルディゴバ、ただ着歌の方が人気ですからね、人気じゃない、レーティングは上ですから、逆転のチャンスは十分あるんじゃないでしょうか。先方変えられるけど、このままで行ってみるか。レースイです。シャティン競馬場 G1 香港マイル、芝 1600m をマイル戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはブルーススウォード、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してブルーススウォード鼻に立ちます。その後ろからはアルダルシエラ、この馬も上がっていく構えです。さらにはパワフルステップ、 G1 5勝ゴルディコバ、その後ろアルダルシエラ先手を取りました。これに続いてウィンクルカルタ、すぐ後ろにティムズグレイ、さらにはトラディションフォール、緑の帽子バーブズニンファ、その後ろボードインデスクリション、すぐ後ろこれに続くのがグッドババ、その外にスピードウェイチャーリー、その後ろからはオフィスハーバート、天の着歌、後ろからになりました。
ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然として8番アルダルシエラ、パワフルステップ、ほとんど差がありません。間を挟んでトゥルーススウォード、3番手日曜王者の争いだ。アルダルシエラ先頭、前に迫るゴルディコバ、先頭変わってゴルディコバちょっと前行きすぎてるな。に突き放します。残り 200m、 後続を完全に引き離した。2番手はオードインデスクリション、ゴルディコバ、この馬で決まりか。完璧です、圧倒的な強さを見せました。2着はアマノチャクタ、3着にグッドババ、勝ったのはゴルディコバ、見事な勝利です。やられてしまった。さあ本校カップ、天の世界に花登場、1番人気25、天の世界に花、さあレース行きましょう。シャティン競馬場 G1 香港カップ芝 2000m、 香港ウィークのメインレースです。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはイーグルマウンテン、ソニックレード、ちょっと出遅れ、ダッシュよく飛び出してイーグルマウンテン、花に立ちます。その後ろからはイクスプロードソート、この馬も上がっていく構えです。さらにはフローレンスタック、4番スナックモナーコス、その後ろ先手を取ったのはイクスプロードソート、バザーキャプテン、それに続きます。その外にソニックレード、内からはダッシングナイト、ピンクの帽子、天の世界に花、いい位置につけましたアロマアルデル、それに続いています。アンエイプリルタリオス、すぐ後ろ、その隣にオーバーステートコメット、すぐ後ろにブルティナレガシー、青の帽子アナバークラシック、その後ろしんがりからリバパタカ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。古豪イクスプロードソート依然として先頭、さあ先頭はまだ7番イクスプロードソート、2番手はイーグルマウンテン、3番手に天の世界に花、絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者意地のぶつかり合いだ。ここで先頭は天の世界に花、2馬身から3馬身引き離す。イーグルマウンテン必死に追います。この差は果たして縮まるか。広がるばかり。残り 200m を通過して2番手はリバパタカ、天の世界に花、先頭だ。天の世界に花、強い強い天の世界に花、圧勝ゴールイン。2着はリバパタカ、3着にダッシングナイト、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました天の世界に花。まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ全日本2歳優勝、天の浜坂盛りは2番人気ですか。1番人気はエルリベロ、さあこれは花盛りは先方変えられますが、差しで行ってみますか。ではレースです。川崎競馬場、2歳 JPN1 全日本2歳優勝、ダート 1600m、 ダートの2歳王者が決まります。こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはアンペア、テニーサンフレア、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくテニーサンフレア行きました。続いて前へ行くのはアンペア、さらにはネフェルメモリー、11番エルリベロ、その後ろ先手を取ったのはテニーサンフレア、間が空いてセイクリムズン、内からはアルデルファイア、その外からギブボーナス、バンダイデイライト、そのうちに続いていますナイキハイグレード、それに続きます緑の帽子天の花盛り、いい位置につけました。その後ろからはシルクメビウス、その外にサンオウウェイク、その隣にメトロノース、
しんがりから燃えるエターナル、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、3番ネフェルメモリー、レースを引っ張ります。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として3番ネフェルメモリー、ネフェルメモリー、さらにリードを広げます。2番手はセイクリムズ、これはチャンスだぞ。入って、ここからが腕の見せ所、ネフェルメモリー先頭、外からエルリベロ先頭、エルリベロと勝負。2番手は天の花盛り、エルリベロ。どうだ、並んでゴールイン。1、2着争いは接戦になりました。大激戦のゴール前、これは本当にわからない。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。ここで前出てたんですが差し返されている。あ、でも粘ってるや。いや、負けた、嘘だろ。勝ったように見えたんだけどな。まあエルイベロも実は生産馬なんですよね。黒松賞、天のヒーローです。1番人気、グリグリしっかり勝っていきたい。ダイジェスト、中山1勝クラス、黒松賞、2歳芝 1200m の電撃戦です。4コーナーをカーブして、もう先頭です。さあこれからです。天のヒーロー先頭、残り 200m を通過して、後続はまだ後ろ。ぶっちぎりきましたね。2番手はシンボリシルネット、後方から一気に当選フィアです。天のヒーロー独走、天のヒーローぶっちぎりです。2着は微妙です。これは桁外れの強さだ、天のヒーロー。もう雪ですね。グッとくるスピード。中一新聞杯、天の線の風ですが一番人気。重装制覇を狙います。シャドウゲート、キングストレール、この辺は強いよな。ダイジェストいきましょう。中京 G3 中日新聞杯、芝 2000m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、シャドウゲート先頭、内から天の線の風、ここで先頭変わりました。先頭は天の線の風、残り 200m を通過して、2番手はキングストレイル、天の線の風先頭だ、天の線の風勝ちましたね。2着はキングストレイル、天の線の風、見事1番人気に応えました。阪神ジュブナイルフィリーズ、1番人気ブエナビスタ、2番人気天の初音ミクとなっております。本市以外はブエナビスタが20丸、本市本命は天の初音ミクです。初音ミクは先方変えられますが、まあそのままでいいでしょう。レースです。2歳女王を決めるレース、阪神ジムナイルフィリーズ G1、 阪神競馬場、芝 1600m で行われます。
阪神競馬場発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は桜花賞と同じ舞台、来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。さあ最後は大外枠の山人シンデレラ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ベネチアンセレス前に行きそうです。サーテンウィンパー、それに続いています。さらにはディアジーナ、12番エイシンフランカ、その後ろベネチアンセレス先手を取りました。その外にヤマニンシンデレラ、オレンジの帽子ベルズサファイア、その後ろカプスコレクション、そのうちに続いています。その隣にオリーブリター、その外からロンリーバラード、内からはブロードストリート、その後ろからはビジョンスウォーズ、並んで無敗のアイシーペトロネラ、その外にガノンベルベール、並んで15番アマノハツネミック。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。さあ先頭は依然として8番ベネチアンセレス、まだ粘っています。ディアジーナほとんど差がありません。ヤマニンシンデレラ3番手、4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はディアジーナ、1馬身から2馬身のリード。ヤマニンシンデレラ2番手、手応えはどうか。外から残り200メートル、先頭に立つ。さあ先頭は今度はブエナビスタ、2番手は天野初明ミック。ブエナビスタ、ブエナビスタですね。ブエナビスタ圧勝ゴールイン。2着は天野初明ミック、3着にブロードストリート。これが世界の実力だ。ブエナビスタ、ウィニングラン、ブエナビスタが制しました。2歳女王です。飛び、ガツン、ビクタールピサか、天のハミカミですね。金車竿奇跡、9500万、でかい。まずはローテ、まあ見栄えだろうな。そして iPodとは分からないんで2周放牧しとくか。疲れがひどいな。あー出てるんだ。あ、オーケンブルースリーがいる。
惜しいですね、着歌。そういうことか、住所まだ取ってないんですよね。まあしかしだからといって死者記念じゃない、2月でいいです。万能探って書いてるんだが、あ、ホープフルじゃないな。まあ、これでブエナビスタって勝ちましたからね。これ距離的性的には厳しいかな。適正重視に変更、距離を持たせるような対策を行います。出てんだ。三上。そうか、遠心アポロンか。じゃあこれだけ買いましょう。
おお、まだ行く。まあ、降りられないよね。今回ここまでにしようかな。少しお待ちください。お待たせいたしました。今って欲の馬で持ってたっけ、所有欲で。足はありますね。カレンちゃんがいるや。でもカレンちゃんな、消毒させるだろうからな。もう一頭買っとかないとな、足毛でいい馬を。
はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。次回は、いよいよ2008年終わって引退、逆に、新2歳馬の入厩ですね、登録などを行って2009年に入りたいと思います。ぜひご期待ください。よろしければチャンネル登録、ツイッチで配信を行いました。ぜひツイッチのアカウントフォローをお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。この動画は YouTube で2日後、アーカイブをプレミア公開いたします。ぜひ YouTube の方もご覧ください。YouTube のチャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。ディスライブアーカイブアップロード My YouTube チャンネル2 days after My YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひフォローお願いいたします。リポスト、いいねもお願いします。 TwitterX マイチャンネルビジアンドアカウントフォロープリーズアンド マイポスト、リポストアンドグッドボタンプリーズ。ウィニングポスト9-2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。